日本は F2 戦闘機の次期戦闘機計画を進めていますが、それは別名 F3 計画と呼ばれているようです。純国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とみられているのが、AI を搭載した無人戦闘機です。今回は、この無人機などについて見ていきたいと思います。戦争の様子は、映像などに記録されている1914年、大正3年から始まった第一次世界大戦などから比べると、全く別物になりましたね。NHK の番組、映像の世紀でもありましたが、塹壕戦などと呼ばれる悲惨な戦闘を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪う戦争、そして現在はボタン一つで地球の裏側にいる敵を顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる戦争になってしまったのです。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではありますが、非人間的で無責任な冷酷すぎる戦争が現実化しつつあるのでしょう。2021年5月、防衛省は、現在開発中の F2 戦闘機の後継機として、国産の次期戦闘機と連携して運用する無人機の実証機開発関連費を、2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表しました。この次期戦闘機は、国内企業グループで開発を進めている機体です。2030年代半ばから配備する目標ということです。開発の内容ですが、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム、兵装やセンサーなどを統合、連携やインテグレーション。統一、複合、一体化技術だけではなく、兵装武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているとみられます。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然ですし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されています。自立飛行というのは、パイロットが常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視、必要な時だけ操縦するというシステムです。ということは、この操作も、自分が殺す相手の顔を見ることもなく、行われることになります。この無人機は、次期戦闘機の艦上で運用される見込みになっています。作戦空域付近で射出され飛行し、最も危険な前線空域に展開し、搭載破破機、つまり次期戦闘機の誘導コントロールに従いながら、自立飛行すると考えられます。無人機のメリットを紹介しましょう。何と言っても、乗員、パイロットの命を守れるというのが最大でしょう。もちろん、それだけではなく、有人機ではできない、運動性能が十分発揮できますし、ブルーインパルス以上の、アクロバティックな動きができるはずです。また、人がいないので、コックピットスペースが不要です。つまり、そのスペース分が小型化できます。そして、パイロット分の重量が減ります。その分積み込む燃料が増やせるというわけですね。燃料が増えれば、航続距離が当然長くなりますし、兵器の搭載量も増やせるという計算になります。また、当然のことながら、機体のフォルムにも影響が出ます。凹凸が減らせるという利点があるのです。凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつきます。経費の面でも、有人機と比べると、必要経費が大幅に減ることになります。パイロットの人件費も削減されますよね。そして、これは本当に極論なのですが、ミサイルのように、使い捨て戦闘機として活用することもできる見込みと言われています。使い捨てといったって、マスクやコンタクトレンズ、
カメラじゃないんですから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにして欲しくはありません。廃棄された機体から機密情報が盗み取られる恐れがあるという意見もありますし、メリットだけを見てデメリットを無視するのは、何かあった時の反応が恐ろしいと思います。実は、防衛省内では以前から無人機開発構想はあったそうです。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われます。遠隔操作できる無人航空機といえば、グローバルホークと並んで有名なのがアメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーです。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ、超時空要塞マクロスを思い出す方もいらっしゃるでしょうね。戦争と歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女アニメという流れを作るきっかけになったと言われています。余談ですが、放映前には、ヒロインのミンメイを、宇宙のリリー・マルレーンと称していたようですが、放映が始まったら、この称号は使われなくなりました。ご存知の方も多いと思いますが、リリー・マルレーンというのは、歌手の名前ではなく、第二次世界大戦中に流行したドイツの歌謡曲です。ドイツの歌手ララ・アンデルセンの曲が大ヒットし、ドイツ軍だけでなくイギリス軍の中でも大流行したそうです。兵士がラジオにかじりついてリリー・マルレーンを聞いているので、イギリス軍司令部は兵士たちに放送を聞くことを禁止したというエピソードもあるそうです。さて、現実のバルキリーを開発した会社は、アメリカの軍需産業界では、ほとんど知られていなかったクラトス社です。クラトス社製造のバルキリーは、AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした、自律飛行無人機です。2019年、平成31年、3月の初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したという発表がありました。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルティウス -600 と呼ばれています。これはアメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号防止などもできる優れた機体と言われています。2019年、アメリカ空軍は自律型無人システムの実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表しました。この計画が実現すれば、無人航空機群を組織化し、低コストで運用、維持が可能。紛争地域では、スピーディな行動ができるだけでなく、敵に決定的な打撃を与え、侵攻を阻止できると述べています。では日本を見てみましょう。防衛省は、無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機など、あらゆる機種を想定しているようです。コンピュータが機体設計を行う、デジタルモックアップ技術を活用する研究を進めているようですし、次期戦闘機に付随する小型無人機も、その研究の成果ではないかと見られているのです。防衛装備庁は、2016年、平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンという論文を発表しました。内容としては、航空無人機研究開発が中心でしたが、2019年以降は、第3分類無人技術検証として、遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に力を入れていく予定としています。その後、
第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われます。この研究ビジョンによると、無人機研究対象については、前述以外にも、近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型、ドローンなどが挙げられています。現在も、このビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されるのです。ここで、ドローンについて改めて振り返ってみます。一口にドローンといっても、用途によって様々なものがあります。農薬散布、小型の荷物配達目的のものだけではありません。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類は、強引に表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべき種類ではないかと考えられます。世界各国が無人戦闘機開発を進めている。潮流に乗り遅れないためなのか、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっているので、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのは、ごく自然なことでしょうね。時間のかからないものから先に、というのは、レストランのオーダーだけではないということです。パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず、世界すべての国が注力していると言ってもオーバーではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画を発表しました。同時に、国内3社に、空対空ミサイルを搭載し、敵機を攻撃するためのドローン設計も発注したそうです。このドローンは有人機から操作するので、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになるでしょう。ということは、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられています。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機の他にも、現在所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制での運用を図りながら、開発を進めているらしいと漏れ聞こえてきます。こういった観点から見ると、日本は遅れているんじゃないかという声があるそうです。そう言われても、防衛費には限りがあるので、無人戦闘機にだけ使うことはできません。昔話の文福茶釜ではありませんが、無尽蔵にお金が出てくればな、と願ってしまうのは日本だけではないでしょうね。だからこそ、限りある予算をまんべんなくといえば、聞こえはいいのですが、要は、あちこちにばらまいても、すべてが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見もあるのです。あれも、これもと欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を同時進行させることに集中するべきではないかと思われます。